はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回は静岡県の八田山にやってまいりました。この季節はですね、風鈴ですね、風鈴が有名なのと、あとアジサイですね、アジサイが満開だということで、早速やってまいりました。で、やっぱりですね、この八田山に来た限りはですね、厄除け団子っていうのはですね。こんにちは、マイクです。こんにちは。今から八田さんにお参りに行きます。厄除け団子というのをですね、いただいてまいりました。まあ、朝早かったのですね、お客さんがほとんどいなくてですね、帰り際になってお客さんとすれ違うような感じの、そんなような、ね、もう何十年も来てないでわからない。マイクいいよね。マイクがですね、この八田さんに来たのはですね、多分もう25年以上前で、揺れないです、画面揺れないです、ね、八田さん、ここに仁王門ですね。江戸時代初期と書かれてましたので、そうかなり古い貴重な文化財だと思います。仁王門って書いてある、うん、ここよっしゃ、すごいな。結構ですね、蔵の中に入ってる国宝みたいなのがよくあるんですけど、こう野ざらしになってますよね。雨とか降り込んだり、あれですかね、ほこりとか空気がね、こう行き来たりしてるので、いろんな説が汚れたりしますよね。自分たちがこう何の茶屋あった16番、もうちょっと先だね、うん、でも本堂へ先に行かないとね、団子よりも先に。もうこの時点でですね、相当歩いてますので、もうちょっと疲れ気味になってます。天竜浜名湖鉄道は本当上の方なのね。ということは袋井だもんで、速攻にね、足を転びそうになってしまいましたね。まあ国定公園ちょっとやっぱりね、お金がだいぶ税金が使われとるでね。これは綺麗だわ、見事なね、公園になってますね。綺麗なんだよ、大きに来ると全部モミジだもん。モミジモミジだね。あ、でもね、ライトアップが、夜間も楽しめるようになってるようによな、そういうチラシ、ライトアップが見られるようになってるみたいですね。アジサイが見事に咲いてますね。ザーッと、これほどアジサイがこう見事にね咲き誇っているって、そういうエリアっていうのはまあ見たことなくてですね、全部アジサイ、大変いいものを見させてもらいました。花の匂いもするんですよね、これだけたくさんあると。こんな感じの毛並みのような感じです。すごい。全部アジサイ。6月の風物詩ですよね。さあ、これもすごかったですね。風鈴ですね。最先にね、お参りもしてきました。これも見事なんですよね。鈴の音がですね、結構こう暑さをね和らげてもらえるというか、ずーっと聞いてたいですよね、この涼しげな感じが。これはすごいね。
涼しい音だねこれ。さあ本堂に向かいます。一段一段これね、お年寄りの方たちは大変ですよね。スロープが多分横にあると思うんですけど、あのちょっと見えるところにはなかったんですけど、スロープで上がっていけるところがあるみたいです、ね、一本一本寄付のね、あの名前が残ってますね。誰々さん誰々さんってまだまだ。であのジンバルをですね、スマートフォンとあのスマートフォンをジンバル に、まあ、接続してですね、あの撮影しますんで、ほとんど手ぶれほとんどないですね。でお札をですね納めに行ってお参りをしてきて、でこれもまたあの帰ってきましてしたんで、ね、1つ200円でですね、あのお札の方をあの書いてあのご祈祷していただいて、でああいうふうに飾られるって感じになります。まあここに来たからにですね、この厄除け団子っていうのをね食べないとちょっと気が済まなくてね、皆さんお土産であの食べられた方も結構いるかもしれませんけど、かなり有名で、もちもちで美味しいですね。あんこもまあまあまずまずのその甘さでですね、ジンバル持ちながらねちょっとあの食べにくかったですけどね、食べづらい、美味しいですね。ここに、で時期によっては、抹茶バージョンみたいなのもあるみたいなんですけど、抹茶バージョンなんか桜バージョンなんかちょっと分かりませんけど、ね、一皿でね200円であの売ってます。今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。Yeah.